俺ね2015年に、新規就農して農業を経営してます。で、手法としては農薬と肥料を一切使わない自然農法でやっています。で、そこで作ったね、野菜がね、みんなから美味しい美味しいって言われて、とりあえず一番評判良かったメークインをね、野菜ソムリエサミットっていう品評会に出したところ、光ってるな、うん、OK、金賞いただきました。要するに野菜ソムリエの、あの品評会の中で、まあ、一番美味しいと、要するに日本一美味しいと認めてもらいました俺は。でね、だけど無肥料無農薬っていうやり方はね、まだその専業農家、プロの農家としてはやっぱ認められてない、要するに異端児っていうか、いまだにねそういう風な受け入れてもらえない、理解してもらえない栽培方法なんで、自分としてもとてもね、まあ狭苦しいというかね、肩身の狭い思いしてきました。だけどね、絶対できるんで、無肥料でも無農薬でも絶対できるんで、そういうふうな同じ思いを持ってる人ともつながりたいし、やっぱそういう栽培方法でね、家庭菜園だったり、まあ自分のね農業系などにね、生かしたいっていう人と出会いたいなと思って、これで YouTube で動画出していこうと思います。どうして無肥料でできるのか、どうして無農薬でできるのかとか、そういう話ね、いっぱいしていきたいと思います。当然ね、これまで出してきた、ハムスターの玉三郎とか、ビオトープとか、山に入って山菜取ったりもしてるんで、そういう動画も出すし、筋トレ、ダイエット、ボクシングについてもね、自分のやってること、何でも取り上げていこうと思うんで、よろしくお願いします。